ガルー、敵のいわゆるあのこちらでいう狐に相当する何かですかね。経験値美味しかったりしないのかな。失礼します。あ、おかえり。やられたのに忙しいね、鈴風さん。申し訳ないな。ほう、数千にも上る。完全にマークされてるね。いや、ありがとうございます。よく戻ってこれたね。そうだな、一つだけ心当たりがある。あ、海炎なんですって。なんです。ちょっと待てよ。無事に超えたものは数えるほどしかいないと言われている。そうだ、絶対通るんだよな、そういうところは。どうする。じゃあそこ通ろう。はい、少しでも可能性のある方にかけるべき。いいだろう、お任せください。ありがとう、本当有能だな。生き残ってくれていればなと思ったけど、成長的には斎藤さんの方が強そうに見えるんだよな。そうだな。俺は候補にそれを伝えて。ん？うわ、危ないぞ。来たか。いいや、獣族の末裔。おい、あ、やっぱりか。これ多分逆だわ。狐、多分暗夜側だったらあの戦うことになるんだろうね、こっちの狐と。俺はフランネル。何？取りたいだけなんですけど。はい。あ、しゃあないね。すみません。お願いします。え？やった。え？そんな。ガローンに持たされた負けに似ている。ちょっ、いや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 。違います。死んじまえよ。うわうわ、鈴狩さん大丈夫かよ。え、逃がさないぜ。参りましょう。大丈夫か鈴風。やるしかないんだよ、こうなったら。あとで全部ガローン王にね、あの八つ当たりじゃねえよ、正当だよ、正当。マーナガルム、上位陛下。龍脈はこれなんだ。敵能力を下げてくれるのか。場所は2箇所。フランネルも今回は動いてくる。となると、この砦をうまく使って殲滅しろってことですね。誰を連れていくか。今回は人数が少なめですね。では、龍馬とクリムゾンかな。この2人入れて、多分ちょうどぐらい。まあ、これでいきましょうか。早速いきましょう。敵全滅。じゃあどうしようかな。こいつらの速度、まあこういうちょっと離れた敵をちゃんと確認しておけば大丈夫ですね。完成。あ、意外と強くはない。マーナカルムは若干強いぐらい。まあ、これだったら龍馬様と一緒に。うわ、クマ、これナイスです。さて、じゃあ強すぎるな。まあ、聖堂の手裏剣でこっちを弱らせましょう。うわー、黒いクマ、よいしょ。さあ、弱らせました。で、あとはまあ誰でもいい、倒せる。ここは匠でお願いします。匠もうレベル19か、温存した方がいいかもしれませんが、マックスになったらちょっと経験値もったいない病が発生するんでね。おい、僕だって強いんだ。あともう1体ぐらいは倒す余裕がある。そしていいものもらいましたね。攻撃できないやつをここに設置して、でジョーカーで弱らしつつ連続攻撃できましょう。
いくよ。ほい。こんだけ削れば誰でもいけるはず。よし、余裕。おぼろの火力やばいな。命中がちょっと難あるけど。さりげなくレベル高くなってきたね。いい成長だ。よし、じゃあ能力を減少させちゃいましょう。サメを振れ。よし、結構弱くなったかな、これで。まあ、いざとなったら奇襲で仕掛けていきましょう。こっちはこっちで飛行部隊上に置いておきましょう。届かないか。まあ、ここは大気が正解でしょうね。大気おいで。マーナガルム痛い。よいしょ。オッケー。お、3000円。さあ、ターン回復するからね、早めに決めるに越したことはありません。で、あそこにもう一回雨のマスがあるので、生かしていきたいですね。手槍持ってるのは火の花であれば、火の花で削ってからの追撃できる。できなかったらちょっとめんどくさい。できないか。うかつに攻め込んだら痛い目見そうですね。まあ、ともあれ、こいつ、そうか、平地のように移動できるんだ、匠は。これ助かるぞ。かなり助かるぞ、これ。これ助かるね。ほんと助かるわ。じゃあ、火の花。手やり、頼んだ。おいしょ。もうそろそろみんな上級職ですね。力と守備っていう一番いいところピンポイントでくれる素晴らしい成長。物交換。守りの薙刀に戻しておいて、火力を引き上げてのキラークス。いくよ。お、ナイス。よし。もう一体仕留めたいんだよね。連れていきましょう。ここで交代の弓。完璧に立つよ。よいしょ、もう一丁。よかった。これで上はある程度落ち着いたと思います。で、左だな。左にも全力でいかないと。夏で回復。後陣来るか。あ、マーナガルムが来るのか、次は。マーナガルムか。複数の範囲にさえ入らなければ問題ないかな。ここか。その後ろが安全になったよ。一応範囲確認。よし、サクラを置いて防御力を少しでも向上。でジョーカーさんとかを、連れていきましょう。今のところはいい感じですね。序盤だけだったかな、やっぱり難しかったのは。とか言ってたら油断ぶっこいてたらやられるぞ。こんにちは。効かんぞ。ほれ、さあ、今度の獣もそんなに強くないタイプ。これは問題ない。よし。さあ、最後に大物が来るよ。大丈夫だよ。ナイス回避。来ました、本命。しかしそんなに強くないね。弱体化はやっぱすごいな。
だ強すぎて他のキャラが経験値取れないというデメリット発生してるけど。斎藤さんの今回のレベルの上限もう近いよね。おなかなか。マスタープロフいらないです。さあ次はこっちだね。あ来たよ。しかしノーダメージ。お大きい方が横にいるね。それをどれ誰か斎藤さん以外で取りたいね。でこのデュアルガードもどっかで使っていきたいところ。来ましたよ。うわっ援護してあげるよ。すげえ威力も高いが防御も低いっていうかなりの脳筋仕様。さーてじゃあ誰で取ろうかなって思ったけど意外と取れるキャラに関しては制限がかかってるような状態になっちゃってるね。うん効かないか。まあしゃあない。ノーダメージで構わない。弱らせてくれる。さくらについていきましょう。で交代でドカーンとね。これあとちょっとだね。みんな一気にクラッシュンジ来るな。これ速さも上がってくれたし言うことないです。交代でカムイチョップいただき。おかっけえ。おうりゃカムイのレベルいくつだっけ ?18。意外と今回まんべんなく私育ててるんだな。大概強いやつ2、3人育てればいいんですけどね。珍しい感じです。私にとっては珍しい感じです。じゃあいただいちゃおっかな。よいしょ。こうでなくてはな。お、はやての羽。これ普通のガルか。普通だったらもうやっちゃおう。これで待ってよ。ちゃんと攻撃範囲見るよ。あデュアルガードが発生確率 100% かであればいけますね。あでもああ用心に用心なんか事故がある可能性を今一瞬想像したからそれが怖いんだったら匠に任せる。 100% でいこう。僕だって強いんだ。お B に上がった。アクアたち動かすか。龍馬偵察行ってくれ。お来たよ両方とも白。早すぎよ。一人で十分。よし。今回のショーもそんなに難しく。ちょっと待て。鳥で来る可能性はあるんだよな。思えば。いて。僕もいるけど。よし。出たよ。そんな気はしてたよ。まあでもここに飛行部隊が。控えてるんで彼らに任せれば何の問題もないでしょう。固っ取ってもらいましょう。よいしょ。さあ匠のレベルがマックスクラスチェンジできるようになりました。さあ我が道を行ってもらうか。悩むね、これは。まあ、一人もいるしさ、これ。ね。女の人。こっちで行こう。オリジナルで行こう。まあ、ちょっと使い勝手悪いかもしれませんけど。というか、
オーバーキル気味な強さって言うんですかね、多分。あっちは使い勝手がいい代わりに、あの飛んでる方はね、使い勝手いいけど能力値はちょっと控えめみたいな。こっち多分空とか飛べない代わりに能力値が異常みたいな、そういう感じだと思うんですよ。さあ匠さんは強くたくましく成長していただいたところで、こっちに戻って我々も成長続けてやっていかないとね。オロチさんがしっかり当ててくれるから本当助かるね。さあこいつもお願いします。外したらしいぞ。省略したら外してやがりました。どうしましょうかね、まあ、こっちもこっちでちょっと今処理しないとやばいから。あれマーナガルムなのに全然強くない。これが新しく生まれ変わったたくみくんの力、かっけえ。僕だって強いんだ。今の飛び打ちめっちゃかっこよかった。いいね。さーてじゃあどうしましょうかね。あんまりチンタラしてる時間もないんだよな。手裏剣軽くいっちゃいましょう。おい、気がついたら相手はいなくなっていた。範囲としては結構広いな。おぼろここで、まあやることとしてはこの程度かな。終わらしとくか。こんにちは。あわよくは必殺で倒してくれるし。さあいらっしゃい。まあこの勝負もう少しで終わりそうですね。あっさりだった。来たけど残念ながら普通のガルーではこの魔王は倒せない。まずいよ。少しちょっと待って、必殺3パー怖すぎる。ちょっとやめて。うげ、よし砦でこれか。まあ十分やってくれました。上出来です。手やりでこいつにとどめ。この状況で笑えるオロチさんのメンタル面の強さよ。じゃあこいつも倒してくれたら楽だす、楽だすけど、楽だすけど。おい、ナイス。じゃあ参りましょうか。こっちこっち、あこっちまだ残ってんな。ここはアクアに歌ってもらって、手やり放り投げてもらって、よし、私の勝利だな。でこいつをどう料理しましょうかね。自然と倒しちゃうんだよね。もう容赦などいらない。よし、でこれを主人公で取るか。あとはボスを叩けば終わりですかね。省略チーン。あと一つになった。能力値バランスいいけど守備面すげえ不安だな、この主人公。今回はルフレほど化け物ではないのかな。さあ一掃完了。特に苦労もなく終わりました。すまん。いや、またマクベスだろうな。私はあなたにのしかかる重圧を取り除いて差し上げたい。私はあなたのような人にこそお使いしたい。ん？よろしいですか。白夜の王城兵士のうち高い実力や家柄を持つ者は時期が来れば特定の主君を決め忠誠を誓います。椿風花さんは桜様に、日向とおぼろは匠、浅間と刹那は日の香。日の香の進化。
頼りないとか言われてなかったっけ。そして影郎さんと兄才蔵は龍馬様。そうですね。鈴鹿さんは、あ、いなかったんだ、はい、悩んでましたがあなたに使えるため、もうロストしてるんだよ鈴風さん、動かせないんだよ、辛すぎる。マジですか。はあ、え、私は何、まだあったの。どういうことだ。鈴川さん、今こそ罪を償わなくては。私のせいであなたは暗夜王国に連れ去られた。はい、こっそりと見ていたんだ、してたんだ、その意味に気づかずに。責任感じすぎでしょうよ。いや、万事に値する愚かさ。御子様、許してくれたのか。まさか。ちょっ、助けて姉さん。この命はあなたのために。え、お許しください。え、鈴風さん、え、そんな、どういうことだよ。私があれか、ユニット失ってたからか。え、こんな、え、え、もともとこうなるの。え、マスタープルフとか使ってても使ってなくてもこうなるの。いや、生き返るよね。ニュー鈴風さんとして生まれ変わるよね。なあ、いいか、唯一太陽を見る場所どこだ。あ、ここなんだ。まるで鈴風さんが見守ってくれてるみたいですね。そういえばギュンターさんも落ちたけど今よくわかんないんだよね。もしかしたらまだ復活するかもしれない。しないような気もする。そんなポンポン復活しないような気もする。というわけで、ありがとうございました。